佐藤さん、先週のレディースの売り上げ厳しかったね。そうだよね。あれさ、前店と比べてさ、強化アイテムが売れてないよね。だからだよ、こんなご相談をいただきました。店舗の仕組み作りや人間関係はある程度見えてきたつもりですが、月予算達成や半期予算達成のための具体的な行動が分からず苦戦しています。他に店長としてやらなければいけないこと、見なければいけないところがあれば、ぜひ動画にしていただきたいです。いつもコメント本当にありがとうございます。売上がなかなか上がらない、成果が出ない。ただですね、具体的な取り組みはその地域やそのブランドによるものですから、私も一度店舗を見させてもらわないとこれは分かりません。でもこれだとせっかくご相談いただいたのに全然回答になってないから、どんな店長の元だったらメンバーは成長するのか、つまりはどんな時でも成果を生み出すチームをどうやったら作れるのか、これね、会社では教えてもらえない一流店長の真実があるんです。うわー、この人とずっと働きたい、辞めないで、移動しないで、そう思った方いますよね。そういう方には今から話す3つの共通点があるんです。今のあなたとこの3つの項目、よーく向き合っていただければ、そうか、これだ、これだったんだ、そう決定づける気づきがあります。今回内容が少しでもいいなと思っていただけた方、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。すっごく嬉しいです。一流の店長が実は考えていること、ステップ1、小さな丸をいつも探しているです。今売上厳しいよね、これ×だよね。入店数前年比より少ないよね、これ×だよね。買い上げ率も下がってきてるね、これ×だよね。メンバー会員の登録数も前年比より下がってるね、これ×だよね。いろんな理由でお店の成果が厳しくて××××、これ×続くこともあるじゃない。でもね、一流店長っていうのはどんな時でも×と同じくらい丸を探しています。入店数が少ない、これ×でも、セット率って全店の平均値よりも高いよね、これ丸じゃん。入店が少ないから今日の売り上げも予算から全然届かない、これ×。でも最近 SNS のフォロワー数や売り上げってちょっとずつ上がってきてない、これ丸だ。え、待って、じゃあこれなんで丸になってるの。丸をやってる人、丸なメンバーがいるんだよね。限られた入店数でもお客様の会話をなんとか膨らませてセット率につなげている方、時間があればコツコツと SNS 投稿してる方、そういう人がいるから丸がある。いい？あなた今罰ばっかり見つけられてない？ごめん、はっきり言う、そんなの誰だってできるから。人間っていうのは防衛反応があるから、ダメなこと、危険なことっていうのは誰でも目につきやすい。一流の店長ってはもちろん罰も見つけてます。丸罰をたくさん見つけてフィードバックができています。佐藤さん、先週のレディースの売上厳しかったね。そうだよね。あれさ、前店と比べてさ、強化アイテムが売れてないよね。だからだよ。じゃあさ、今週頑張ろう。うん、一緒に頑張ろうね。佐藤さん、先週のレディースの売上どうでした？そうですよね。でもそういえば、私休みの日に入り口のマネキン変えてません？あそこめちゃくちゃ売れてますよね。え、土日すごい売れてたじゃないですか。え、すごいですね。佐藤さん気づいて変えたんですか。え、めちゃくちゃいいですね。うわ、やっぱり佐藤さん平日の動向よく見てたからできたんですよね。うわ、そういうとこほんといいな。じゃあ今週はよりお客様の動向キャッチできていれば、他の層ももっと売れそうですよね。え、もっと売れそう。え、ぜひもっとやってってほしいです。え、もうどんどんやっちゃってください。売上が厳しくて店舗の評価もバツ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 ばっかりになっちゃってる時こそ、一流の店長は同じぐらい小さな丸を見つけてます。売上ってどうやったら上がる？店長の個人売り？そんなんじゃないよね。メンバー一人一人の小さな丸バツをちゃんと見つけれてるからこそ、モチベーションを高められる。モチベーションが上がるこそチーム全体の売上が上がる。これまだまだ序の口、ステップ1です。次、一流の店長が考えてること、ステップ2、お客様のことだけを考えています。いいですか、メンバーのことなんかどうだっていいんだよ、お客様が一番。おいおい沼、さっきと言ってること違うじゃん、二重人格か。あなた待ってください、ここでクエスチョンです。あなたのお店のメンバーの中で誰か一人を思い浮かべてください。誰か一人、その人ってなぜ入社したのかな、その人って
なぜ今もアパレル販売をやってるのかな。アパレルの販売をやりたくて入社したんだよね。今も続けてるんだよね。じゃあ販売のやることって何？お客様と交わることだよね。接客を通して VMD を通して様々な形でお客様と交わることだよね。じゃあどんな人、どんな上司とだったら一緒に働きやすいと思う？お客様と交わってる上司だよね。いい？やっちゃいけないことってプールの監視員みたいになっちゃダメなのよ。あの人接客してるかな、あの人接客してるかな、そればっかをやってる店長、メンバーのことばっかりをちゃんと見てる店長、これが優しい、これがいい店長じゃないのよ。全くここが違うの。お客様のことだけを考えてればいいの。だってそれがやりたくて入社したんだもん。同じようにやってる上司がいたらやりやすいに決まってるじゃん。でもさっきさ、ステップ1では小さな丸をちゃんと見つけてあげてくださいって言ったよね。見つけ方があるのよ。それはつまり必ずお客様というフィルターを介して見つかるものなの、小さいものっていうのは。だからお客様だけを見てたら小さな丸が見えてくるの。なんで週末になってあのマネキンのコーナーがお客様たくさん賑わってるのかな。佐藤さんが変えてくれたからじゃん。これ気づきだよね。そういえばなんでフィッティングのカバーっていつもこう綺麗に整ってるのかな。鈴木さんがやってくれてるからじゃん。うわ、なんであのお客様めっちゃ笑顔で退店されてったんだろう。山田さんがレジでいい接客したからじゃん。あなた誤解してます。メンバーを褒めたから、メンバーに丸をつけたから元気にやれるっていうことじゃないんです。メンバーがすでにやってることをちゃんと見つけてあげること、丸を見つけてあげることなんですよ。あなたのお店ももうみんなやってるんです。あなたが見つけられてないだけです。めちゃくちゃやってます、ちっちゃな丸を。プールの監視員じゃなくてお客様のことだけを見てください。そうするとその先にメンバーの姿が見えてくる。一流の店長っていうのはお客様の喜びご満足に敏感です。つまりはその先のメンバーの姿にも敏感ってことです。一流の店長が考えていること、ステップ3、ついにステップ3です。自分の短所を認める。どうやって認められるか、こればっか考えてます。いい？世の中メンバーも自分も欠点だらけ、短所だらけだよね。それがバレないようにバカにされないように頑張ってる。みんながうーってやってる、なんか張り合って頑張ってる時に、じゃあ誰がその短所を一番先にさらけ出せるの？店長だよね。いいですか、これ真実です。一流の店長っていうのは仕事ができる人っていうことではないんです。ずっと一緒に働きたい上司っていうのはパーフェクトマンではない。誰よりも先に自分の短所をさらけ出した人に一緒に働きたい成果が生まれる。ごめんみんな、先に言っとく、自分ストック管理マジ下手だからよろしくね。ごめんね、ごめんみんな。自分ってパソコン超苦手だから助けてお願い。短所出してくれたらなんか微笑ましくない？うわ、なんだこの店長も人間なんだな。そう笑われるけど、そうやったらメンバーが次出しやすいじゃん。短所が見えてくると次に見えてくるものがあるよね。長所だよね。めちゃくちゃ長所が目立ってくるのよ。なぜこんなことを言うかというと、今の時代強がってるお店チームにはファンはできない。弱いところが見えるから個性なんだよね。個性があるから楽しいチームなんだよね。愛される店なんだよね。実は一流店長の共通点、短所を認めてます、自分自身の。ぜひ今の自分と向き合ってみることで、もっともっと店舗運営が楽しくなります。今回の内容が少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。そして感じたことなどあれば、ぜひコメント欄でお話しましょう。それではまた次回ありがとうございます。